この手というのは本当にこう軽いと思ってない。この手で。これはダメ。我々相手の場合は本当に逆に、うん、この状態だな。手から取られる。これで。これで逃がさない。うん、これで 3,4 秒振ったらこれしまいだ。これで。要はそういうふうに使っていく。ただ基本的にはこれから入っていない。最後の状態見てるのは捨ててるからかなと思う。捨ててるから。もう捨ててるから。これで引っ張ったら大丈夫。引っ張る動作彼は感じるから。これでさ。さあドロップ。ドロップと知ってるんだから。Gだ。グラビティでドロップ。あくまで相手と逆らわないの持ってくる。うわっ、相手のこの序の中に相手をしまい込んでいく感じね。それでこれで次の2人だから。でここで相手を止めて。逃がさない。逃げられない。逃げたいのに無理。これで2人。逃がさない。これも一種の空き下げで攻撃してます。逃がさない。逃げられない。相手の場合の動作っていうのは、押す手なし、引く手なし。ナイス。これ一つ大きな玉を持って。
基本的にはやっぱり手のひら一番敏感なこの一番敏感だ。どうしよう。どう使ってるか。今ここ一点全部集めてるから太田君今ここに来てるから。よいしょ。ここに集めてそこを攻めるだけ。よいしょ。それが分かってきたら。
それはヨーロッパ帰って自分でどんどんやろうとちゃうから<笑>ヨーロッパどれだけだっちゃうんで<笑>まあそれもやってるそういうような違いだ。 OK、ラスト。はい、じゃあ、はい、50本、どうぞ。